そっち？家めっちゃ広いですよ。本当？はい、見たらテンション上がる。邪魔だな。あ、これ来ちゃう。切れない。よし。どんな感じ、どんな感じ。よし。おお、危ない。あ、その一段上？はい、めちゃめちゃ平気で。うん。あとイノシシいました。見たの？今見ました、見ました。狙ってこなかった。青木さんあったんですけど、全然聞こえてなかったんで。うん。奥に下下がってるとかって、そこにいました。一匹？一匹。ああ、ウリ坊のちょっと大きくなってくれ。さあ、足元のミニシカンプ。うん。もっと動くね。よし。はい。本当に一回下がってんだ。よいしょ。そうだね。どの辺にイノシシいたの？あ、あの、でっかくあるよ。うん。うん。そっか。へえ、こうなってんだ。うん。これの竹とかも残してるんじゃないですか。うん、かもね。それ向こうのソーラーの方見えないんで。うん。これだけ平地にして。とりあえずね。そっちの方も草も残したら。うん。この間だけ来て。なるほどね。すげえ腐ってますね。うん。よくもら
でも、でも生木だな。ていてて。あ、これ桜じゃない？あ、本当ですか？これ。うん。枝肌が桜っぽいけど。この先も教会までは大丈夫なんですかね？どこら辺までなんですか？ここが上じゃないよね。まだ上にもう一段山あるよね。ここ左側がその山だよ。だよね。でもそれ以上高くなってなさそうですけど、うん、ってことはこの上があれか、そう考えるとそんなにやっぱり小高い山じゃないね。うん、うん、もっと上に5段目があるんですかね。5段目そっちから登ってきたけど、そうだね。うん、この辺だって少し空いてるじゃない、はい、そっか、じゃあこの、うん、結構先まであるんですよ。いて、やまあもう。下がってきた。ここまで来たね。これ。ああ、本当だ。少しずつこの辺削っていかないと、削るっていうかこの伐採していかないと見えないですね。うん、でも伐採したら多分道はあると思うよ。何かしら作れると。夏前にここやったやつだよね。本当はね、夏になっちゃうと虫がすごそうです。うん、蚊とか蜂とか言いますよね。スズメバチがどうだか。夏はできないですね、こういう。うん、こうです。そっか、イノシシいたか。いました、いました。あ、おじさん、おじさん。聞こえなかったです。うん。じゃあ、お散歩コースなんだね。何食べてるんですかね、これ。何食べてんだろう。ヘビ？雑食って言いますかね。うん。イノシシの好物だからね、ヘビが。これちょうど戻りそうですね。あ、本当だ。お、本当だね。行けそうだね。行ってみようか。
線行きましょうか。散歩場だけなのかな。もっと大丈夫ですか。うん。かかと落としすごいね。空手やってたんだっけ？ちょっと格好してたで。お、戻ってこれた。こっちの方が楽でしたね。かもしんない。うん。よし。下からじゃ分かんないですよね。行けそうな感じ。分かんないね。やっぱ上から見ないとダメだね。なんでもね、俯瞰にね。へえ。なんか面白くなりそう。そうですね。うん。だね。うん。スコップ持ってきた。うん。とりあえずこの辺ちょっと竹切っとくよ。はい、よし。三回にわたる非日常体験ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。三回、あの動画では2回だけどね。そうですね。なんでだろう。なんでですかね。まああのね、車のスタックでね、丸1日。そうですね。ね。無駄にした時があったからね。あの日ってなんか動画回しましたっけ？回してないよ。そんな余裕はなかった。うん、回してたらあのシークレットチャプターみたいな。そう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 。出せましたね。うん。やっぱり雪山は冷えるね。冷えます。足元から来ますね。ね、最後の焚き火で足元温めて、うん、気持ちだったんです。でもなんだろう、あの火が、火をこうゆらゆら見てるとなんかこう落ち着くというか。なんなんですかね。ね、癒し効果があるのは原始人時代にあの火があると、うん、野犬とか来ないから、うん、安心して眠れるとかそういう遺伝子があるんじゃないかもしれないね。今日は京都で楽しく山開拓ができて。そうですね、うん、半分焚き火でしたっけ。でもいいんだよあんぐらいで。もうね、そんな仕事でやってるわけじゃないんだからさ、あの、うん、そう、楽しみ半分だきゃ、はい、続かないしね、はい、うん、遊び半分、楽しみ半分ですね。そうそうそう。いや、本当ボード持ってこなかったのがとても残念で、だいたい2月3月ぐらいにならないと雪って去年降んなかったような記憶があるけど、今年は結構降ったら、今日で高いところで30センチぐらいありましたよね。うん、降って50センチぐらいかね、そうですね、うん、次はもうスキーウェアで来る。何もあの芝刈り機とかチェーンソーとか持ってこないで。そういう時があってもいいと思うんだ。そうですね、うん、単純に遊びに行く。そう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 、ちゃんとしたバーベキューセット持ってって普通にバーベキューしても良さそうですよね。うん、そのお誘い待ってますね。はい。